グレーフェ通りとの交差点ディーフェンマッハ通りは、ベルリンクロイーツベルク地区にある道。名称は、下界、ヨハンフリードリヒ・ディーフェンマッハに由来する。ウンガランドウェアカナル沿いの道プランウーファーのウアバン、クランケンハウス病院から、コットブッサーダム通り沿いの広場方園シュタウフェンプラッツまでを結ぶ。1875年設置、全長820メートル。通りにある、 カフェ元々は数軒の店舗があるだけの静かな道であったが、1990年代頃から、居酒屋やレストランが並ぶ外食産業の盛んな、活気ある通りに変貌した。現在は富裕層向けの店舗も多く展開している。一方、クロイツベルク地区に、特徴的な中庭の奥に工場を持つ建造物も、多く、住居都市工業、また近年では、 IT 分野などの事務所が混在している。通りの東側はトルコ系移民が多く、グレーフェ通りとの交差点よりも西側にはドイツ系、西ヨーロッパ系住民が多い。2000年代以降は子供を持つ家庭が増え、それに伴い保育所の数も増えた。ありがとうございます。